自分で言わなきゃ、歌わなきゃ、でそれをイメージして、それとイコールにならなきゃダメ、左手が、はい、ツーンツーンって言ったらツーンでしょ、でツーンって言ったらツーンでしょ、ツーンルーンだったらツーンルーンなんですよ、ツーンルーンって言ったらツーンルーンなんです、全部ここで口で言う、まあ実際には言わないけど、それは頭の中で言ってイコールになるんですよ、手がね。対等って言ってもその掛け合いです、だけどおことのね、歌のところなんかは歌とか三味線の音を邪魔をしないように弾かなきゃいけないんですけど、だからそういう頭をでこう常に、まあ、お考えの中に持ってられれば、そうすると、まあ、歌のところは三味線を助けるというか、あんまりくっつきすぎても、うん、あのそれはいいんです。でもそこをバー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 吹かれる方もいらっしゃる。で逆に言ったらそこは切らないで、切らない方がいいよと、はいはい、ずるっとこういくところとかね。はい、今から11月4日の、私の演奏会のに出る曲の練習です。はい。失礼します。むかいな弾くんだよ、そこ。ラ。はい、よろしくお願いします。
もう今日終わりですか。とりあえず、明日また別の人も来るんで、で今日はちょっと私もこうだいたい引きっぱなしでしょ。はい。5時間ぐらい。間にほら休憩ってないじゃない。うん。だいたいこんな感じ。でこれが2日間。うん。あんまり間にね、こう順位って入れちゃうと。余計疲れちゃう。で一気にやっちゃった方が。なるほど、なるほど。うん、あえて厳しい環境というか、教育的な意味合いもあるかもしれないですね。例えば子供とかに対してとか、ある意味だから鍛えるっていう意味なのかな。どっちかっていうと。みんなほら、生徒さんを持ってる人たちだからね。はい、ああ、そっか。うん、きちんと。うん、ばあさんからおふくろから僕に伝わってきたものをきちんと受け取ってもらわなきゃいけない人たちだから、うんうん、ちょっと厳しいお稽古だよね、うん、なるほどね。でそうじゃない人のお稽古は良かったですよじゃないけど、じゃあ次回もうちょっとこういうふうにしましょうねとかね。あ、じゃあこれからそれをまたこう生徒さんたちにこうアウトプットっていうか伝える。そうそう、だから、ね、なんでこう僕が今、うん、だからうちのばあさんのお弟子さんだった人っていうのは前川さんっていう人がいてね、はい、僕がちっちゃい時からあの目の見えない人だったんで、はいはい、僕もよく覚えてる。でその人のお弟子さんだった、うん、ああなるほど、うん、で前川さんが亡くなって、それでここの支部の先生がいなかったわけ。それで僕が任されて、まあ楽器に向かった時はね厳しく、あとは今こういう時代じゃなければこの後みんなでちょっと職人に行ったりとか和気あいあいとかやるんですけど、そういう時は立場が逆転する。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。よろしくお願いします。